東京理科大学立本研究室修士1年都築潤が発表させていただきます。ゲームス、ゲームスプレイ &PCI ザステートアート、まあ、BCI のゲーム、BCI 使ったゲームの、まあ、最先端のことについて、まあ、調べてきました。一応この論文は2013年のものです。BCI っていうのはそもそも、ブレインコンピューターインターフェースの略で、脳波を解析して、まあ、コンピューターに出力するものを、まあ、指します。脳波っていうのは、まあ、人や動物などの脳から生じる電気信号、まあ、EEG っていうんですけど、まあ、それを脳波と言います。脳波でできることっていうのは、まあ、絵描いたり、まあ、車椅子の操作とかもできるらしいです。ゲームしたりとか、まあ、パソコンの、まあ、インターネット閲覧とかもできるようです。で、まあ、脳波の種類は、まあ、この論文でいうと、まあ、大きく3つに分かれてまして、モーターイメージ、バイオ、ニューロフィードバック、ビジュアルエボルトポテンシャルに分かれてます。モーターイメージっていうのは、まあ、体の動きを、なんか、を想像した際に発生する脳波のことで、まあ、右に動けとか左に動けみたいなことを言うと、なんかそういう脳波出て、それを見ることで運動の動きとして出力することができるらしいです。ただし、その脳波を作るためにはかなりの慣れが必要らしくて、その動きごとに、考えなきゃいけないらしいですね。それごとに慣れをなきゃいけないんで、まあ、誰でも気軽にこれ脳波出力できるだけじゃないみたいです。バイオフィードバック、ニューロフィードバックというのは、まあ、バイオフィードバックというのは被験者の、まあ、精神状態を表す脳波で、まあ、落ち着いているあのなんか怒っているというかというような状況によって生じる脳波で、まあ、主に周波数によって、まあ、4つとかに分かれる、まあ、アルファ波、ベータ波、シータ波、SMR、 だから、まあ、周波数ごとに分かれます。あと、まあ、ビジュアルエボルトポテンシャル、まあ、VEP っていうんですけど、まあ、これ視覚誘発電位、日本語に訳すと言うんですけど、これっていうのは、まあ、外部刺激によって発生する脳波があって、それのうちに、まあ、視覚、目で見たときによるものことを指します。VEP の中には、まあ、大きく、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、大体この2つのものが使われて P300 と SSVEP で、まあ、P300 っていうのは、まあ、ターゲットになる刺激、また例えばなんかこう2つの情報があってピーンとポーみたいな音があった時にピーンと音が来るなってずっと待ってる状態で、それが、ポン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 って来た時、ピッて本当に来た時に脳が反応して、まあ、その時にまあ300ミリ後ぐらいに反応した脳波が出るものを P300 と言います。あと SSVEP というのは光の点滅による刺激によって反応する脳波で、まあ、画面とかをチカチカさせて白と黒を交互に、高速に交互に動かすことによって、それに反応した時に発生する脳波を指します。で、まあ、これらの脳波をゲームに用いたものを、まあ、いろいろ見ていきます。まあ、これが一応、まあ、1999年から2013年までの、まあ、ゲームの、BCI のゲームについての論文が、まあ、毎年少しですけど、まあ、出てきます。で、まあ、BCI ゲームとか、いろいろアクションとか、パズルとかいろいろなさまざまなジャンルなものがに使われてまして、まあ、大体この図見上げたアクション系が多い、まあ、ちょっとシミュレーションとかもあるみたいですけど、で、まあ、アクションのゲームが見てる、まあ、アクション、ここの論文では、まあ、隕石を蹴るゲームとバランスゲームが取り上げられてまして、まあ、隕石を蹴るゲームっていうのはなんか、まあ、画面こんな感じになってるんですけど、まあ、下にいる磁気がいて、画面の上の方から隕石が迫っていくんですけど、それを避けていくっていうゲームです。動きはまあ左右だけなんですけど、これはまあ運動イメージ、モーターイメージ
のイメージを使ってこう左に動けとか右に動けって思うことによってこう機体が右に行ったり左に行ったり動きするんで、それでまあ避けていくというゲームになってます。で次にバランスゲームなんですけど、バランスゲームっていうのはまあこうキャラクターがいて、綱渡りみたいな綱渡りをするんですけど、傾いた方を、こう2つチェッカーボードがあるんですけど、このチェッカーボードがまあチカチカするんで、そのチェッカーボードをこう、片方を注視、取るとそっちの方に傾くので、これでいうと今左側に傾いてるんで、右側の方のボードを見てるとこの右に傾いて、で今度また左の方に傾き始めちゃったら反対側のチェッカーボードを見ることによってうまくバランスを取って進むというゲームになってます。で、まあ、ストラテジー、まあ、戦略型ゲームとしては、まあ、例として、まあ、チェスが挙げられています。まあ、チェスは、まあ、P300 を用いて、まあ、自分の動かしたい駒とかをずっとじっと見ることによって、まあ、それを動かすらしいです。まず細かいことは書いてある。あとパズルの例として、まあ、テトリスが挙げられてました。まあ、テトリスは、モーターイメージ、まあ、運動イメージによって、位置の変更、まあ、左右に動いたりで、逆に P300 で、なんか回転するイメージは4つぐらいもうすでにブロックごとに出てきてて、それを見ることによって、まあ、動かしたい回転のものを選ぶことによってそのブロックが回転してテトリスのあれでもします。で、まあ、そういう色、まあ、他にもいろいろゲームがあるんですけど、まあ、そういうものをこういろいろ精度を取ってみると、まあ、モーターイメージがない、まあ、このようになってましたと。ただモーターイメージに関しては、まあ、それなりにみんなこう訓練をしてやった上での結果なんで、まあ、ちょっと精度が低いのかなと。でまあ、この中だったら、まあ、SSVP、まあ、つまりさっきのバランスゲーム、さっきの例で言うと、みたいなのを、まあ、精度よく取れるということになりました。まあ、結論としては、まあ、簡単な動きっていうのは、まあ、運動とかをこう想像するだけでも動かせると。で、まあこう、BCI みたいなゲームとかやるんだったら、制限時間ないパズルとか、長い間で考えられる、まあ、ストラテジーゲーム。略化ゲームとかが向いている。で、まあ、生徒の観点から見ると、まあ、VPK が優れているのではないかなと、に書いてます。以上で発表を終わります。